どうも、くつろぎです。今回は酒蔵兼和風建築をやっていきたいと思います。まずは磨かれた安山岩と丸石を設置していきます。まずは角っこの部分は丸石ですね。入り口の部分だけ磨かれた安山岩という感じで。次は黄緑色と灰色のコンクリートを交互に積んでいきます。いわゆる市松模様ですね。鬼滅の刃のダンダラじゃないや、羽織みたいな、あれですね。交互に置いていくと。今回はコンクリートにしてますが、羊毛でも別に構わないといったところですね。こんな感じで2段ずつやって市松模様を入れてみます。よし。まあ和風ということで、和風柄一番簡単なのは市松模様だということですね。で、この上に白色のコンクリートを置いていきます。これでぐるっと囲っていきます。で、つなげると。おおよそ壁ができたので入り口の部分はつなげていきます。で、今度は多くの原木を2個ずつ置いていきます。丸石の上にも置いていきます。これで柱感ということですね。まあ、市松模様ってやってもちょっとドット感がきつすぎるので、まあ、ちょっと凹凸入れたりとかですね。で、こっち側は丸石の塀。全部原木だとちょっと角張ってる感が半端ないということですね。で、下の部分もちょっと入れておきます。まあ、シンプルに三角屋根にしたいところなんですが、今回は酒蔵っていろいろ調べたところ、シンプルな三角屋根っていう感じではなかったので、まあ、それを意識したものを作ってみようと。で、丸石の塀の上に階段ですね。それで少し凹凸感を入れていきます。で、階段同士をつなげるような感じで石レンガのハーフブロックを置いていきます。まあ、あえてハーフブロック入れることによって、まあ、ちょっとだけこの市松模様のドット感が薄れるかなといったところで。で、軽く凹凸感をもうちょっと入れないと、塊感がえげつないということで、フェンスを裏側にも置いていきます。こんな感じですね。まあ、酒蔵に市松模様が正しいのかっていうのはちょっとわかんないんですが、まあ、商売系があっていいのかなというところで。入り口の部分を石レンガと石レンガの階段で装飾していきます。まあ、軽くですね。で、今度は屋根作っていきます。ぐるっと石レンガの階段を置いていきます。どうも酒蔵っていうのは、よくある入りもや屋根みたいな感じの構造ではないみたいで、ほとんどがそうでしたね。なのでシンプルといったところで。で、今度はコンクリートの上にも石レンガの置いていきます。ぐるっとですね。まあ、シンプルな三角屋根でもないというか、なんていうか、入りもや屋根にしないような感じですね。で、この上に丸石の塀、四つ角に置く感じですね。こんな感じで。で、次は白色のコンクリートを置いていきます。ちょっとなんか、建物の上に小さい、なんだ、二階建てみたいな、ものが全体的に多くて、酒蔵ってそういうもんなんだっていうところなんですが、まあ、それをすごく簡略化して作ろうかなというところで、ここもこんな感じで置いていきます。まあこんな感じで、で一応窓感があってもよかろうということで、トラップドア置いていきます。まあ城を潰したような感じのデザインなんだと思うんですよ。多分酒蔵っつうのは。で、間はボタンですね。入りもや屋根とかでしないで突き出しが出ない感じでやるのはありなんかとか思いながら作ってるとこではありますね。まあなんか出来不出来もあるかもわかりませんが、まあやるだけやってみようということで、こんな感じですね。で、また屋根を作っていこうということで、丸石の塀の上に置いて一個突き出るような感じで置いていきます。これを伸ばしていきます。まあシンプルに伸ばしていきます。ハーフブロックの方がいいのかなとも思ったんですが、遠目から見たときやっぱり階段の方がいいのかなと思ったので階段でやってみます。で、シンプルな三角屋根を作りたいので白色のコンクリートでこういう足場みたいなものを作ってみます。まあ、これに合わせて階段を置いていけばいいといった感じですね。こんな感じですね。よし。で、帳尻を合わせて2個ずつ足しておくと。反対側も同じですね。
試練がしすぎてるから、なんかこう屋根を足したくなるんですよね、今回の建築は。ただなんかそういう構造でもないのかということで、よし、でこれで全部あともうちょっとで屋根が完成ですね。よしと。で、上側を石レンガのハーフにすると、ちょっとバランスというか色味が欲しいということで、上側は多くのハーフ置いてみます。で、あとは内側の角を取りますといったところで、角を取っていくと。で、ちょっと寂しいのでトラップドア。反対側も同じでというところで。で、今度は内装をやっていきます。まあ内装はシンプルにということで、まずは土を全部掘り抜いて、多くの木材と書いていこうかなと思っています。よしと、こんなところで、まあハーフの方がいいですね、材料的には。で、まあ今回一応酒蔵っていう案を受けていて、樽を使ってみたいんです、みたいなコメントだったので、じゃあ樽を使った、酒蔵を作らなきゃいけないんだなぁというところが出てきたので、なので酒蔵と生活圏といいますか、まあ、分けたデザインにした方がいいのかなということで区分けですね。で、こっち側はなんていうか待合室というか、まあ、単純にベッドは一応は置いた方がいいのかなというところでベッドを使いたいんですよね。まあ樽っていうものがやっぱ出てきた以上いろんなことができそうですよね。どちらかって言ったらやりやすいのはワインセラーの方がはるかにやりやすいんではないかと思うんですが、まあ、酒蔵がっていうことだったんでね。ワインの方が楽しんそうですよね。足場置いて、上に樽置いて、糸のトリップワイヤーなんとかみたいの置いた方が、樽感出ますよね。ワインセラーみたいな。で、あとは壁をつなげていきます。まあ和風をやっておきながらワインのことを考えると、そうだよな、防具立て置いて葉っぱブロックとか置いたらブドウ園とかも作れそうだしね。まあ横道に走りまくってますが、まあこんな感じで椅子カーンということですね。まあ和風らしさっていうのが今出てんのかがちょっと怪しいので、松のトラップドア置いて、まあ、和風なんじゃねって思ってもらえる感じにしてみようかなと。よくも悪くもこの市松模様が内装の壁になっているので、まあ、それも活かしていこうと。で、この溝は無駄なので埋めていきます。よしと。まあ、今回はだいぶ狭いですが、まあ、こんなんでいいかな。上はハーフじゃなくてフェンスですね。で、この上にランタン置けば、明かり的にはいいのかなと思いますね。こんなところで、こっちの方が良さげと。一応酒屋さんというか酒蔵なので、酒を置いてる、売ってるみたいな感じで、植木鉢をマスとかに例えるといった感じで。よし、でドアも貼っていきます。やっぱり松がいいですね。で、ここは、6個いた方がいいでしょうと、4個はちょっとあれだなと思ったので、大釜の上に、樽を置いてみます。これが正解かどうかはわかりませんが、まあこれもいいかなと。ただ一部だけ違うデザインを入れないと、酒樽なのか何なのかがわからないのかな、わからなくなるなということで、二つだけ違うデザインにしようと思います。まあ適当なブロックを大釜の上に置いて、周りをトラップドアで囲っていきます。まあシンプル、見立て建築ですね、今回は完全な。で、中に水入れとけば、まあ、酒作ってんのかなぁ、みたいな。よいしょ。まあ、ちゃんと狙わないと大変ですね。よし。で、あとは、光源でも入れとくか、というところで。まあ、模様入れですね。はしごとか置いた方が雰囲気は出そうですね。酒蔵をイメージすると、やっぱ醤油とかそっちの方の方が出てきちゃうんだよな、頭で。まあ、こんなところでいいかなと。まあ、あとは壁を整えていきます。まあ、見えなくもない。が、見えないとも言えるという。なんとも曖昧な建築にはなってますね、今回は。まあ、恐れずに、作ったものは全部公開してしまえということですね。
あ、この辺をに置いた方がいいですね。まあ、帳尻を合わせてというところで。で、ランタン。まあ、こんなんでもまあいいだろうということで。まあ、こんな感じの内装という感じですね。まあ、苦し紛れの市松模様を入れたといった感じですね。酒蔵兼和風建築完成しました。今回の建築が参考になったよという方は、チャンネル登録と高評価の応援よろしくお願いします。感想やリクエストのコメントもお待ちしております。次回も建築動画を上げていきたいと思います。ではまた。